こんにちは、リクです。お久しぶりです。今回は、アツシさん専用チャンネルを久しぶりやりたいと思ってます。アツシさんが今継続チャンネルで169日目をもう、昨日の朝かなアップされてまして、その中でオネスティを、まあ、弾かれてたんですけども、まあ、英語の曲をちょっとやりますということで、そのオネスティとそれから、もう一曲ティアーズインヘブン、エリック・クラプトンのティアーズインヘブンやりますということで言われましたので、まあなんとか私も力になれないかなと、まあ、勝手に片思いで、発信してる、チャンネル、アツシさん専用チャンネルなんですけれども、まあ、経緯を言うと、最近ですね、セッションというのをする機会がありまして、セッションというのはもうばったり会った人がその場で、ポンと合わせるんです。でこの間そのティアーズ・インヘブンのセッションを、やったんですね。スローハノというところの、まあ、レンタルスペースがあるんですけども、そこで、本当にファーストテイクですね、ザ・ファーストテイクで一発撮りでティアーズ・インヘブンやりました。でそれ、まあ YouTube にもアップしてるんですけれども、本当にあれ一発撮りなんですよ。で、まあそういうこともあり、ちょっとアツさんに、まあ、英語の曲を以前募集されてましたよねと、まあ、本当に随分前ですけども、何回ぐらいだったかな、随分前ですね。そろそろちょっと英語の曲も手掛けてみようと思うっていう回がありまして、でその時に、Tears in Heaven を、私は、推薦したんです。何人かやっぱいらっしゃって、その中で結構1位だったと思うんですね、まあ、リクエストされた曲の中では。だから、まあ、私のそのセッションにしたのもちょっとあったので、まあ、今回169日目ですから168日目のコメントに私リクエストしたら、なんと169日目でアツシさんが Tears in Heaven に、まあ、一瞬ちょっとチャレンジしようとされてたんです。ただまあ、アツシさんは今までストロークが中心でされてますので、なかなかちょっとこの、まあ、私もコメントに書いたんですけど、肝は、アルペジオですと。アルペジオが、まあ、ちょっと肝なので、まあ、そこのところを、抑えて弾いた方がいいかなと。まあ、なんか、力になれたらと思いますので、勝手にこのチャンネルをアップさせてもらいます。じゃあ、解説に移ります。はい、この Tears in Heaven という曲なんですけれども、これ光って見えないかな、エリック・クラプトンのアンプラグド、これアンプラグドを有名にした、まあ、人でもあるんですけども、もともとご存知の人はもう本当にコアなファン、クラプトンいますので、この人もすごくスローハンドって、まあ、言われるぐらいなんですけども、まあ、止まって見えるようなこう速い動きをゆっくりと、いかにもこうゆっくりと弾くような感じで、まあ、ギターの神様とも言われてますし、スローハンドっていう異名もあります。で、これがアンプラグドで、1992年かなに、出たんです。で、グラミー賞総なめ、ですね。この Tears in Heaven。まあ、経緯は、まあ、皆さん調べていただきたいと思うんですけれども、息子のコナー君が、1991年の3月19日、すごい高層階から転落するという悲しい事故があったんです。で、クラプトンもそれで、打ちひしがれて、この曲と、あとサーカス、サーカスレフトタウンという曲かな、それとあとサインという、3曲をそのタイミングで作ってるんですね。で、その中のまあ1曲ということで、まあ、詳しいことはまたちょっと調べてください。で、本来は、この曲はですね、大事なところになってくるんですけども、これほとんど、まあ、9割以上、97% ぐらいの演奏で、この曲何回も弾かれてます。僕も、コンサートにも、ライブにも行きましたけど、ほとんどが、見えますか、こちらのクラシックギターで弾かれてるんですね。これは同じギターじゃないですけれども、クラシックギター、ちょっと、比べれば、まあこうですけど、こうネックがすごく広いんですね。だから届かないと、指が届かなかったり、こうグッと握りしめても握れないところがあります。
で、これで、まあ、頭のところでやれば、ここがなかなか、この親指を押さえるのがかなりきついです。それに比べて、このアンプラグドではもうこのクラシックギターで弾いてるんですね。クラシックギターを使って弾いてます。で、最近いくつかの演奏で僕見たんですけれども、この、フォークギターですね、同じアコースティックでもフォークギター、これだったら簡単にギュッと握れますね。これまさにあのクラプトンが弾いてるあのトリプル O28EC というギターなんですけど、これで、最近、一番最近のやつ、この間出たばっかりのアルバムで、ロックダウンセッションズ、これ見えないかな、光って見えないですね。これですね、ロックダウンセッションズ、ザ・レディー・イン・バルコニーだったかな、というなタイトルで、あります。これでは、クラプトンはこのトリプル O28 を使って弾いてます。というところですね。これちょっと前置きで、知っていただきたいところだと思います。ですからこのトリプル O28 を使って今日は弾いてみます。で、あとですね、この曲ですけど、なるべく手元を上手に写すようにしたいと思ってます。右手と左手と、はい、これで大丈夫かな、少し近づきすぎかな、はい、こんな感じでどうでしょうかね。これ Tears in Heaven という曲は、僕楽譜もちょっと準備一応したんですけど、もうほとんど手で覚えてるような感じです。これが、まあ、ちょっと解説する前にちょっとだけお待ちください。はい、そしたら、やりたいと思います。で、僕ちょっとあの淳さんの169日目にコメントしたんですけど、この曲の肝は、まあ、先ほど言いましたように、アルペジオって言いましたけど、その他にハンマリングっていうのがありますね。ハンマリング例えばとか、こういうハンマリングがあります。で、あとはですね、実はこうリズムがこうあって、まずその入り方が、裏拍から入る、こう、まあ、日本の、日本語で言うならジャッキというんですけど、弱く起きるっていうんですけど、アフタクト、アウフクタクトっていうのは本当なのかな、アフタクトって言いますけど、ワン、ツー、スリー、フォーで、ワンに行かなくて、ワン、ツー、スリーっていう風に入り方が、頭がこれになります。が本当なんですけど、本当っていうか頭なんですけど、その前にっていうのがつきますね。で、これハンマリングです。で、まず厚さにやっていただきたいのが、前奏、これはあの当時の、なんていうかな、当時のもうギター小僧というか、やってる人はみんな、コピーしてた感じじゃないかなと思うんですけど、ちょっとだけやってみますね。ここまでかな、が前奏であります。これを皆さん結構コピーしてました。もう歌のとこ入るともう結構やめてる人なんか多いんですけど、まずこれですけど、さっき言いましたようにワン、ツー、スリー、フォーで、フォーのフォーが、半拍いってワン、ツー、スリー、ここまでですね。6弦、ギターは1弦、2弦、3弦、4弦、5弦、6弦ですね。6弦っていうふうに、このギターのだから上の弦っていうのはこっちの物理的に下の方のこと言うんですよね。
上の弦、だから一番下の弦、6弦、これを、2フレットハンマリングこうします。5弦弾きます。まずこれが最初です。で、5弦弾いたら、ハンマリング、これ A なんです。A。で、次なんですけど、普通 E on G シャープ7、まあ G、E スラッシュ G シャープ7っていうと、こうだと思うんですね。よく淳さんも、弾かれてる、こっちもうちょっとこっちがいいかな。こうなると思うんですけど、G シャープはこれですから、これをこのまま押さえて、こっち E の方をソーシャープ、これが E ですね。それに本 G シャープですから、ここの部分を移植してこっちに持ってきます。ここにこう押さえるんですけどね、ここに、中指で、1弦を5フレット押さえて3弦の4フレット、そして親指で、これですね、 G シャープを出します。で、これ楽譜にも、親指で6弦押さえなさいって書いてあります、僕の楽譜では。まあ、ちょっと著作権のこともあるんで、そのまま見せられないんですけども、親指で、押さえてください。で、そして、F シャープマイナー7、もうこれも何もこれが結構難しいね。裏で親指っていくのがあって、次これに、オン E スラッシュ E ですね、 F シャープの。で、これよく出てくると思うんですけど、D のオン F シャープ、で、D のオン F シャープってなるといつもこうやと思うんですけど、もうこれでいいです。こっちの意味で1弦使いませんから。その代わりそのまま、E7 に行くんで、これを使います。人差し指を、光って見えないな、どうにかできないかな。ちょっと角度を変えます。帰って光るな。こうですね。今度5弦になります。というふうになります。もう一回やりますね。ワン、ツー、スリーですね。で、A で。で、E の G シャープ。E の G シャープ。もう、コード名はいいかなと思うんですけど、こう押さえますね。ここの中指が1弦押さえます。F シャープマイナス7。何も押さえてないです。で、6弦を解放にします。押さえましたね。で、 D のオン F シャープで、ここが E7 サス4、
コードいいかなと思うんですけど、 A で、ここまでですね。もう一回いきます。ここから A、D、F シャープで E サス4の E7 サス4の、こうですね。 E7 サス4 E7A だから最初の練習としてはもう一発全部決め落とせず、最初はもう全部これあのシンコペーションっていうやつで裏でこう、例えばその低音源がそれはもう、最初はずらさないで、こういう練習した方がいいかなと思います。こういう感じでしていっていいんじゃないかなと思います。もう一回じゃあいきますね。こう親指で押さえる。この押さえ方ですけど、 E から、ここでこう上がっていってるんですけど、小指使わなくてもいいですね。もう一回押さえ直したら これで薬指と中指でやると、でも全然問題ないです。最初に難しいのは裏ですね。僕首しますけど、こっち見せよう。で次まただから A の E オン E と E7-5 も難しいんですけど、こうなるんですね。で次 F シャープマイナー7で C シャープオン E シャープ
ちょっと押さえ方が難しいです。 F シャープマイナス7、これフレットなんですよ。そこにドのシャープ、この薬指でこれ押さえにくいんですよね。F シャープマイナス7、さっき言った C シャープの次は楽になってきますね。 A7 の、音E、次 F シャープ7、F シャープ7でサックス4が加わってまた F シャープ7になります。ここが Bm7、ここまでちょっと、一気に行きましたけど、どうですかね、まあ、あんまりこうゆっくり行く、結構解説動画丁寧なのが多いので、僕ちょっとゆっくりすぎて、見るのがきつかった。僕もこれちょっとかなりゆっくりはやってるんですけども、何回もちょっと巻き戻して見てもらった方がいいかなと思ってます。なるべく、この後はちょっと短時間で終わろうかなと思ってます。今ので、1番2番今のところまで、さっと流して、ちょっと一旦休憩しましょうか。まず前奏、歌のところをまずここまで切って練習して、次後半メロディーちゃいますんで、これも低音を聴いてほしいんですけど、イントロから1番2番の歌詞やって、途中からブリッジって言われる場所に入っていくんですけども、最後がここからこうじゃなくてラシ5弦 C ですね、シードってなります。ここが結構楽譜も嘘が多かったので C で
G の音 B Am でまた G 音 D 音 F じゃん G D 音 F じゃん Em で音 G から結構ここ難しいんですよね。ここはこう弾いてます。G のこの小指とで、だからこれでいいんかな。まあ淳さん今こう G これこっち小指を押さえられますから、一つずらして2弦のこれのプリングオフ、これをします。もう一回 C に戻って G の音 B Am D の音 F シャープ G D 音 F シャープ、次 Em じゃなくて E、 さっきやりました、ね、でここからさっきのところが一番あの僕も、コピーするに困ったやつで、らしいどうですね、5弦こうもう弾いちゃいましたね、2つとも2弦1弦してるんですね。もう一回ゆっくりいいかな。単元ブリンゲダン単元ゲンゲニー、こう僕ずっとそう言えば、でこの2弦のレッドは押さえたままですね、探検ウィンゲッタン探検ウィンゲッタンから押さえっぱなしですね、探検ウィンゲッタンハビアビギンプリービギンプリー、ここがちょっと違いますね。Em じゃなくて E になります。で、ここからまたイントロ。
最初苦しいと思うんですよ、これ押さえるの。でもなるべく親指で、本当はこれでもいいんですけど、まあ楽譜にはこうなってるし、クラプトンも親指でやってます。これが結構低音出すのが難しいです。だからリズムはちょっと変えて練習してもらってもいいと思います。だから、これだったら、Beyond the door, there'll be some show, cause I know I don't belong, yes in heaven. こういうふうな、ちょっとリズムを一旦、壊して、練習するのも手かなと思います。そしたら、ほぼもう、これで、終わってるので、あとは終わり方ですけど、3番で Would you know my name If I saw you in heavenIf I saw you in heaven, I'm not be strong until you come. Cause I know I don't need you. ここでもう一回で。A に似て Cause I know I don't belong You're in heaven こうで B on F sharp で E7 sus4 E7 A ですよ。で終わりですけど、これにクラプトンが合ってますね。まあこんな感じでやったらどうかなと思います。もっとここが分かりにくいという部分があれば、ご指摘いただければと思います。じゃあちょっと一旦これで終わりましょうか。はい、終わりました。で、まあ、厚さんがこれ、まあ、実際に見てくださって、この、アンプラグドの、アンプラグド版の、Tears in Heaven、やっていただけたらなと思います。また最近の、その、さっき言ったロックダウンセッションズの方でも、Tears in Heaven、クラプトンやってますけどね。で、実はこのチャンネル、もう本当に純粋に、アツシさんが、なんか行き詰まってるようなところが、以前まだ始められたばっかりの時ですね、あったので、このチャンネルで何か応援できないかなと思って、しました。だからアツシさんだけ本当見てくれたらええなというふうに思いながら、作りました。そしたらまあ多分アツシさんはなかなか少なくとも第1回目とか第2回目とか第3回目とかそういうのは見られてないかなっていう気はしてるんですけど、逆にいろんな方が見られてます。で今回は Tears in Heaven の弾き方ということだったので、まあ、何かあればですね、質問があればコメントに書いていただいて、それにお答えできるような、ことを書くなり、もう一度取り直すなり、何かしていきたいと思ってます。
歯がゆいんですよね、僕が何もできないのが。で、意外と僕が一番こうパパッとやっちゃった、もう本当に申し訳ない、夏祭りの、あつさん専用チャンネル、結構皆さん見てくれてて、びっくりするんですけど、あれはもう本当に1日で、パッと練習して、あ、これは3フィンガーじゃなくて2フィンガー、基本は2フィンガーだぞと思って、ちょっと僕が持ってる楽譜とその CD で、やったんです。でもあれは本当に僕としてはあんまりパパッとやっちゃったやつなんで、あんだけ見てもらってるのが、申し訳ないなと思ってます。クラプトンも大好きで、昔クラプトンの、エレキもシグネチャー持ってやってたんですけども、ギター僕やめてもう25年ぐらいになって、去年ちょっとやり始めたんですね、またで、それでこのチャンネルも作ってるんですけれども、クラプトンだったら少しわかるかなっていう感じですね。これも、クラプトンがすごい上手な人はもう本当に上手なの で、 で特に僕アコースティックのところのクラプトンが、かなり効いたかなと、あれ弾いたかなっていうふうなのもあります。で、本当に何でもあれば遠慮なく、コメントください。よろしくお願いします。じゃあ失礼します。